것이네.
チの力があるよ。しかも新しい。そりゃここは前も俺たちがフューリーを取りに来たから。だからそれは前の世界の話でしょ。ここは過去の世界なんだから、今の時点で私たちは初めてここに来たことになってるんだよ。ああそっか、なんかややこしいな。けどだったらどういうことだ。俺たちより先にここに入った奴がいるのか。物好きな奴もいたもんだな。フューリーがここにあることを知ってるとしたら、私たち以外のフェンサーかもしれないね。気をつけなきゃ。このフューリーを守っているようね。そういうとこは前の世界と同じらしいな。まあサクッと倒してフューリーをいただくだけだ。行くぞアリン。オッケーファング。うっとうしいぜ。覚悟しな。アタックエクステンドエッジ。何だよ。
もらおう。アタックエフェクト。ダメだよ。行ってこい。もうちょっと行こうよ。さて行くよ。どこだ？この辺りには見当たらないけど。ん？ちょっと待て。なんかいい匂いがするぞ。この匂いはカモミールティーね。カモミールティー？それってまさか。素敵な香り。一仕事終えた後のカモミールティーはまた格別ですわね、キュイ。ティアラじゃねえか！お前、どうしてここに？誰ですの、あなた。どうして私の名前をご存知なのですか？何言ってんだ！俺だ、ファングだ！よかった。やっぱり生きてたんだな。ひょっとして私のストーカーさんとか？どうりで気持ち悪い顔をしてると思いましたわ。世界は変わってもこいつのねじ曲がった腐れ根性だけは変わらねえんだな、この自己中クソ女。なんでひどいことをおっしゃるの。でもなんだか新鮮、嫌いじゃないこの感じ。もっと言ってくださっても構いませんわよ。相変わらずだね、ティアラ。ねえ、ティアラちゃん、本当に私たちのこと覚えてないの？一緒に旅をしたことや邪神との戦いの時のことも。邪神？ちょっと何を言ってるのか分かりませんわ。そもそも初対面だと言ったはずですわ。揃いも揃って気持ち悪いこと言いますのね。ストーカーのお仲間では仕方のないことですけれど。気持ち悪いってどういうことよ。申し訳ありませんが、私は
あなたたちのような変態さん方とは関わっている暇はありませんの。目的のフューリーも手に入れましたし、私はこれで失礼させていただきます。ではごきげんよう。あ、ちょっと待ちなさいよ。ファング、追いかけよう。ファングちゃん、どうかしたの？生きてた、ティアラが。ファング、あの根性ねじ曲がった腐れ女が生きてやがったとはな。ああ、せっかく世界が変わったのに、また悩みの種が戻ってきやがったぜ。言葉の割には嬉しそうな、ファング。何言ってやがるんだ。もういいよ、ファング。マリアノにまで見透かされちゃってさ。ティアラが生きてて嬉しいんでしょ。無理しなくていいよ。別に俺は。はいはい、とにかく一旦宿に戻ろう。ファングに話があるの。ティアラが俺たちの知ってるティアラじゃない？そう、この世界に飛ばされてきたのはやっぱりあの邪神との戦いの場にいた人間だけなんだよ。だけどティアラはあの時すでに命を落としてたから。あの子は私たちと同じように過去に飛ばされたのではなく、元からこの世界の住人ということね。うん、そういうことだと思う。だから私たちのこと覚えてないんだよ。言われてみればパイガさんや花形社長もファングちゃんのことを知らないようだったわ。あの二人もこの世界では運命が変わってしまった別人なのかもね。けどだったらロロはどうなんだよ。ロロだってあの戦いの場にはいなかったけど俺たちのことを覚えてたじゃねえか。そこが不思議なんだよね。私クラスの妖精になると不思議なことも起こせちゃうんだよ。なんだよそのご都合主義は。ロロのことはともかく、ティアラの運命が変わってしまったのは間違いないよ。ティアラだけじゃないさ。俺だって、ガルドだって、他の連中だって、みんな運命がねじ曲がっちまったんだ。シャルマンの野郎が。世界が変わるように望んじまったのかもしれねえ、ファング。けどだからこそ俺は俺自身の手でもう一度世界を変えたいんだ。もう誰も死なせやしねえ。この俺の手で運命を作り変えてやる。あ、そうだよね。私も精一杯頑張るよ。ロロ、次のフューリーの場所はどこだ？入った。次はコドカス氷窟だよ。
いらっしゃいませ。ありがとう。
前に来た時より寒くなってねえか。確かに毛糸のパンツでも履いてくればよかった。あるよ、200ゴールド。しかも今なら2枚で350ゴールド。お前はいちいち商売するんじゃねえ。ありゃ残念。じゃあ携帯の鍋焼きうどんセットもあるけど。それは買う。いくらだ。もう何考えてんのよ。モンスターの出てくるような場所で鍋焼きうどん食べてる場合じゃないでしょ。うるせえ。寒い上に腹も減ってるんだよ。ザレ合うのならよそでなさい。あなたたちの大声を聞きつけて魔物たちが集まってきてしまったではありませんか。こんな雑魚相手じゃ体は温まらねえぜ。そういえば前にここに来た時はティアラのやつ鼻水垂らしてやがったよな。ああ、そんなこともあったね。私がずっと鼻かませてあげてたら、そのうちティアラが切れて。ああ、あの時はここの寒さよりもあいつの恐ろしさに震え上がったぜ。ねえファング。なんだ。またみんなで一緒に旅できるといいね。ああ、そうだな。確か前はこの辺りに化け物がいたよな。うん、そいつの体の中にフューリーがあって。はあ、今のはティアラの声だ。オラ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 、調子こいてんじゃねえぞ異端者が。誤解ですわ。私は異端者などでは。うるせえ。俺たち以外のフェンサーは異端者みたいなもんなんだよ。悪い。ティアラ、あなたは警告であったストーカーさん。ティアラ、てめえよくもティアラを。なんでてめえらはこの女の仲間か。次ザギなの？ザギちゃん、マリアナさんよ。あなたが世界の誰より慕っていた。ふざけんなこら。この俺がそんなアマの相手するわけねえだろうが。ザギちゃん。ザギ、何だ邪魔しようってんだと。だったらてめえらも異端者だ。異端者は全員殺す。どうやら彼の運命はまた世界と共にねじ曲がってしまったよう。あれでも前の世界では私の親衛隊長を務めた。この始末は私が。邪魔すんなっての。アタックゼエクステンドエッジ。おりゃ、頑張る。アタックエッジヒート。やるで。アタックエフェクト。はか、らせてもらおう。アタックエフェクト。なめてね。いけ。お前いねえな。さて行くよ。アタックエフェクト。さあ、行くぞ。さっ、マジカルエフェク
やらせてもらう。マジカルエフェクト、ダウンフィジカルビテン。いくよの無法を通すというのなら、かつての下僕でも容赦しないわ。ティアラ、大丈夫か？ティアラ。かなりの負荷で追ってるわ。急いで宿まで連れて帰りましょう。お喜びください、シャルマン様。今月もワインの売り上げは上々ですわ。それに引き換え、この役立たずと来たら。お許しください、ジュヌン様。お黙りになって、このタコ。シャルマン様のご命令も果たせずにのこのこ戻ってくるなんて、どういう神経をなさっているのかしら。お許しを、お許しを。もうそのあたりでいいのではないですか、ジュヌンさん。いいえ、このセプテリオンクラブは正義の使徒たちが集う栄誉あるサロンです。このような下賤の者がいるというだけで身の毛がよだちますわ。おー、嫌だ。まったく、こんな役立たずなお友達をお連れになったのはどこのどなたかしら。収容所にいたザギ君を取り立ててあげたのは僕の秘書である千秋さんです。千秋さんに罪があるなら、それは主人である僕の罪。千秋さんを糾弾するのであれば、まずは僕からにしてください。シャルマン様、わかりました。そこまでおっしゃるなら、お優しいシャルマン様の正義に免じて今回は矛を収めましょう。アイナさん、ザギさんのワイン代のツケはあとどれくらい残っているのかしら。締めて38万ゴールドです。38万？ザギさん、頑張って働いて早く綺麗な体になりましょうね。 ありがとうございますジュヌン様。しかし、ファング君たちを泳がせているうちにティアラさんと合流させてしまったのは問題ですか。邪神の血とかいうやつですわ。ええ、あの邪神との戦いの時、彼女の額にはその紋章が浮かび上がっていた。
おそらく彼女はバーナードと同じく邪神の末裔。世界が変わったとはいえ、その血が浄化されたかどうかまでは分かりませんからね。災いの目は早めに積んでおいた方がよろしいですものね。ならばその2、それがしが引き受けよう。ほう、あなたが正義の使徒の名にかけてご加盟賜らば、いかにても果たすべし。いいでしょう。ではティエラさんの始末はあなたにお願いします。そしてもう一人の邪神の血はジュヌーンさん、あなたにお願いしましょうか。かしこまりましたわ、シャルマン様。ティアラ、気がついたか？ストーカーさん、どうしてあなたが私の枕元に？まさか私の体をもてあそぼうと意識を失わせて連れ込み宿に。だから違うっつーの。けどその様子じゃもう心配なさそうだな。マリサの手当てのおかげだね。キュイキュイ、よかった、あなたも無事でしたのね。でもこの人たちは一体？いいか、よく聞けよ。俺たちはな、未来から来たんだ。あなた顔が悪いと思っていましたけど、頭も悪いんですのね。そんな馬鹿げた話を私が信じるとでも思っていますの？冗談でももう少しマシなことを言っていただきたいですわ。信じられないとは思うけど本当なんだ。俺たちは女神を復活させるために一緒に旅をして、フューリーを集めて。だけど俺たちが全てのフューリーを集めちまったせいで、女神だけじゃなく邪神まで復活しちまったんだ。それで邪神との戦いになった。その後に女神の力が発現したんだよ。それで私たちは作り変えられた過去の世界、つまり今いるこの世界に飛ばされちゃったってわけ。納得した？できるわけないでしょ。あー怖い怖い。やはりストーカーというのは古代妄想を抱いているものなのですね。虚構と現実の区別もつかず、自分は特別な存在だと思い込んでしまった哀れな方。だからなんでそうなるんだよ。こっちは真剣に話してんだ。いい加減にしねえとぶん殴るぞ。急にそんな乱暴な。でもこの胸の高鳴りはなぜ？いちいち面倒くさい性質の女ね。とにかく女の一人旅じゃ危険だろう。俺たちもフューリーを集めてるわけだし、よかったら俺たちと組まないか？私にあなたたちの仲間になると？ああ、どうだ？嫌ですわ。なんだとこの腐れ女。いい、少し考えさせてください。分かった、じゃ今夜はここに泊まってけよ。また明日な。あの人たち、あんなバカな話を本当に信じているのかしら。でも嘘をついているようには見えなかった。それにうっすらと記憶の片隅にあるあのファングという人の顔。キュイキュイキュイ、あなたはどう思う？おはようございます皆さん。よう、ゆうべはゆっくり眠れたか？ええ、おかげさまで。あなたの顔もはっきりと思い出しましたわ。じゃあお前まさか記憶が？そうじゃありません。これですわ。なんだそれ、手配書？異端者ファング、
どうりで、どこかで見たことのある顔だと思いましたわ。ファングさん、あなたは正義界から指名手配されているフェンサーでしたのね。それは…ああ、怖い。もう少しで異端者の一味に加えられてしまうところでしたわ。手当てをしていただいた恩がありますから、密告だけはしないで差し上げます。だけど、もう二度と私の前には姿を現さないでくださいます。では失礼。おい、ティアラ。ああ、行っちゃった。どうするの？仕方ねえ、今回は諦めよう。フューリーを集めてりゃまたどこかで出会うかもしれねえしな。じゃあ次はまたフューリーを探しに行く？それとも元ドルファの人間を探す？ドルファ？誰かの消息が判明したの？本人じゃないんだけど、元ドルファー四天王の一人、アポローネスの妹が広場で花売りをやってるよ。アポローネスの妹？それってひょっとしてエミリって名前か？確かそんな名前だったと思うけど。ファング、知ってるの？ああ、ちょっとな。そうか、あの子か。よし、ちょっとエミリーに会ってくるぜ。あの子ならアポローネスの居場所を知ってるかもしれないしな。アポローネスを仲間に引き込もうというの？だとしたら無駄よ。あの男は剣の研鑽にしか興味を持っていない。あなたが説得したところで私たちと行動を共にするとは思えないわ。やるだけやってみるさ。マリアノだってこうして仲間になってくれたんだ。だとしたらアポローネスだって。だったら好きになさい。私の言葉に応じるとは思えない以上、その件はあなたに任せるわ。探してたんだ。あの、失礼ですけど前にお会いしたことがありましたか？いや、そのなんだ、お前の兄貴と知り合いっていうか。まあ、兄と。じゃあ、あなたもドルファの人？違う、そうじゃなくて、もう説明がめんどくせえな。とにかく俺はアポローネスと知り合いで、事情があってあいつに会いたいんだ。エミリー、あいつの居場所を知ってるか？ええ、一緒に住んでますから。本当か？そりゃよかった。ならアポローネスに会わせてくれよ。わかりました。けど兄と会っても驚かないでくださいね。どういう意味だよそれ。会えばわかります。エミリーか。酒は買ってきたのか？ううん、今日はお花が売れなくて。だったら寝るまでやってこい。お前をここまで育ててやったのは誰のおかげだと思ってるんだ。やめてお兄ちゃん、お願いだから。よせアポローネス。なんだ貴様。なんてざまだよ。しばらく見ねえうちにどうしまったんだ。あいにく貴様など知らん。エミリー、なんでこんな奴を連れてきた？あの、でもこの人お兄ちゃんの知り合いだって言うから。それで。嘘じゃねえぜ。お前には前に会ったことがあるんだ。もっともこの世界とは違う前の世界で。だけどな。頭が湧いているのか、こ
ぞ。とっとと失せろ。だから嘘じゃねえって。俺はお前がドルファにいたことも知ってる。ドルファ、懐かしい名前だな。アポロネス、一体お前に何があったんだ。別に、自分の生き方が嫌になっただけさ。剣に全てをかけて。それでも、ドルファが潰れた今、私に残されたのは錆びきった剣の腕と莫大な借金だけだ。借金だと？セプテリオンクラブ。ドルファが潰れた後、やつらは私に会員にならないかと持ちかけてきた。法外な値段でワインを買うことを条件にな。誰にでも同じことやってやがんだな。それがやつらの手口なんですよ。ワインを買うか収容所に入るか。私は妹を買わせるためにこの身を売った。お兄ちゃん。だがいくら働いても借金は増える一方だ。気がつけば私は奴らのワインを口にしていた。おかげで今はこのざまだ。そうだ。なあ、私の腕を買わないか。これでも一時は名の売れた剣士だ。用心棒くらいやってやってもいいぞ。100ゴルド、いや10ゴルドでもいい。酒代の足しになるのなら。これがドルファ最強を歌われた剣士の慣れの果てか。なんとでもほざけ。貴様のような小僧に同情されたくもない。俺は小僧じゃねえ、ファングだ。せっかくだから名前くらい覚えとけ。けど残念だぜ、アポロネス。お前なら力になってくれると思ってたんだけどな。あのアポロネスがまさかそんなことになってるなんて。俺実は前の世界でアポローネスの妹に会ったことがあるんだ。え、そうなの？ああ、エミリーはアポローネスの仇を探して復讐の旅をしていると言っていた。あんな年頃の女の子からぜ。その子が俺に言ったんだよ。兄貴を殺したフェンサーが憎いって。憎くて憎くてたまらないって。その張本人が目の前にいる俺だとはとうとう言えなかったけどな。ファング、あんな思いはもう二度とごめんだ。だからこそこの世界ではアポローネスを助けてやりたかったんだ。あ、悪いのはお兄ちゃんじゃない、セプテリオンだよ。人の弱みにつけ込んでアコギな商売をして、あいつらのせいでどれだけの人間が泣かされている。だって私だってあいつらのせいで真っ当に商売する場所を奪われたんだもん。アポローネスのことは残念だったけれど、こうなればやはり私たちだけで倒すしかないわね。シャルマンと、そしてセプテリオンクラブを、奴らの標榜する正義を粉々に打ち砕く。それしかこの世界の人々を救う方法はないわ。ティアラじゃないか。どうした、何があった。ほう、キコーラはそのオナゴの連れか。お前は黒いピピン。ピピン、知らぬな。そのような愚か者の名は、我が名はパピン。正義を報ずる者なり。パピンだと？どうなってるの？ピピンの運命も変わっちゃったってこと？正義を脅かす異端者どもよ、
亡者失滅。その罪を胸に抱いたまま地獄の底へと帰るがいい。なんだ、やろうったのか。この威圧感、ただものではないわ。みんな、注意して。貴重な機会だ。いざ。いやー、で、けど、その気概に免じて見せてくれよ、我が必殺の一撃を。ああ、バグさん。さて、次はそなたの番。邪神のミコイ。写真のニコラスって恨むなら己の血の宿命を恨むがいい。恩に流れる邪神の血が世界を壊す、正義を歪める。清らかなる正義のために恩には死んでもらう。私に何用だ。無論、親父殿を止めるため。血迷われた親父殿の目を覚ましてやれるのは我が輩を置いて他におりませんからな。の、掃除。ええ、ですがお父上は相当な手代。ファングさんたちの手もお借りした方が良いのでは。うん、それも道理。掃除、ワコードたちを回復してやれ。そう言うと思ってすでに処置していますよ。お、傷が治ってる。すっげえ。これでどうにか戦えるはずです。皆さん、力をお貸しください。わかった。少子、正義の何たるかもわからぬ未熟者が徒党を組んでわしに立ち向かってこようとは。ピピン、わしに勝てるか。勝てるかどうかではない、勝たねばならぬ勝負がある。